ま、自民党が売国党なのはともかくね、まあ、維新の売国もひどいというですね。今頃になってですね、斎藤、兵庫県知事ですけどね、兵庫県知事の斎藤元彦っていうね、馬鹿がいるんですけどね、このパワハラ知事に対して、ホラッチョ吉村がですね、大阪府の知事のホラッチョ吉村が、もうあんたやめた方がいいよって言ってますっていうんですよね。何言っとんち話ですけどね、今頃になってですよ。今頃になってこんなこと言ってるんですよ。 斉藤が言うことを聞いてくれないんだってなんか今日言ってましたけれどもね。お前、ふざけんなっちゃ話なんですよね。この斉藤が知事になるときに、自民党とこの維新がですね、推薦したんですよ。で、いまだに維新は、この斉藤に対してですね、まあ今日確か決めたんですけどもね、今日までですね、ずっとその支持してたわけですよ。で、さすがにこれだけですね、国民的な反発食らってしまったらですね、維新の方としても、 さすがに斎藤をね、支持できなくなってですね、辞職をですね、要求するっていうことで、まあこれでですね、兵庫県議会の全ての会派が、斎藤のですね、辞職を求めるということになりました。もうあとはね、辞職勧告決議案。まあこれは法的拘束力がないんですけどもね、辞職勧告決議案になるか、あるいはね、解散も辞さずということで、不信任案をね、提出するか、どっちかなんですよね。まあこれ予断を許さないんですけれども、 知事に対して辞職勧告決議案出す。でも、解散は嫌よって言うんであるならば、所詮はそこまでなんですよ。で、それを選んできたのが、兵庫県民ですよね。国民の側なんですよ。だから国民に一番責任があるんですよね。でも国民ってのは本当に馬鹿ですから、時間が過ぎるとみんな忘れてくんですよ。もう本当にこの国の、そのなんていうの、国民ってのは民度がないんですね、最初から。何度も桜言ってるけど、民度なんていうものが、そもそもその思考の中にないんですよ。 いや、よその国からするとね、日本人はこう、民度が高いとか言ってね、褒めてくれる。ああ、素晴らしいべ、素晴らしいべーってね、なるとは思いますけれども、でもその、そもそも民度っていう考えが日本人にはないんです。